さあということでやってきましたね。さてふな、ちょっとさっさとちょっと次の方に行ってみようよ。なんか新しいもの作りたいな。素材ナイスのものがないじゃないの。あ、これだ。新しい島行けるようになった。もしかしてこれ一つしかあるまい旅の扉でしょ。結構原始的に結構原始的に船で行くパターンのやつね。いたどうもどうもちなみにあなたはこの島の人なのかな。ちょっとこんにちは。よかった人でやんすと。あーこれね、近くにいたのね。すいませんちょっとどっか連れてってくださいこれ。さあというわけで、レッチュラゴー。まさか破壊の神とビルダーが出会うとはやっぱりなんか生まれ変わりとかそっち系いやそんな気しかしないよね、名前的に。さあこれよりは創造の時、存分に物を作り復活の日を待つと良いでしょう。おモンゾーラ、5つの野菜が見る。あ待って、モンゾーラ、あこれ知ってるわ。これ確かね、今回畑要素がしっかりできてて、いやマジいろんな野菜あるのよ。トマトとか枝豆もあったかな。いやあった。いや畑やりたかったんですよねこれ。ということは畑の材料をモンゾーラで見つけて、ほんで島に持っていくことができるってこと。これ今ちょっと行ってきますよね。これ知ってんだ知ってんだ。ここはね全国のイベントで回らせてもらってたからよ。ん妙だな。木は枯れてすい、地面もブヨブヨして気持ち悪い。変な匂いが立ち込めてある。なんだこれ。なんか奥にピンクいのいるんだけど。なんだあの気持ち悪いの。なんか無限オナラ製造機みたいな感じの。大丈夫あれ。これなんだこれ。何かのミーみたいだな。そう。あれ右見えるってやばくね。ほらほら何爆発したよ。ん何にもならねえ。あこの変な色の大地が、あもう腐った大地みたいになってんのこれ。おやおや魔物気配がするぞ。行こう行こう行こう。ちょっと待って、一瞬買ってみようか。あこれも枯れ草。でもこれでベッド作れるわ。行こう行こう。夜になるとね、もう強いモンスターがどこにいる？あ、いる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 。待て待て、待ってろ。おい、ほら、ケツが青いやつ。ほら、ほら、そう。いいよ。いや、こいつ、いや、こいつに任せてよかな。指導に。指導強すぎだろって、お前の一撃が。攻撃も食らわねえし、お前。ちょ、頼むわ、指導。マジで。マジ強え、指導。えい。お経験値今10とか書いてあったな。やっぱ経験値の概念あるぞこれ。レベルの概念がいるね。なんだなんだ。よいしょ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 。あなんか若干アラレちゃんみたいな。若干アラレちゃんみたいどうも助けましたよ。いや恐れをなして、なんとかね、私が、あスライムちゃんもいるな、遠く見ると。あなたたちが魔物を、これは失礼しましたと。私はチャコと申します。あなたたちは一体、遠くから来た村人でございます。っていうか、この子たちを連れて帰ることできるのかな。あ名前、カズさんってつけたらあるあるになっちゃったな。ビルダー見らないの、カズさんさん。まあ、というわけで、頑張ってここら辺行きますか。大農園があるということで、あ、なに、畑が用意しちゃうのか、これ。あ村だ。ここようこそ、私が大農園ですと。どこにあるっていうの。廃墟今から作るんでございますね。ほらちょっと頑張ってね、このモンゾラと緑にあふれていきますか。ババンゴの実が現れてから全ての土が腐り、不毛の島になったんですと。私はこの腐った島にかつての大農園を復活させたい。そして緑を取り戻したい。だからいろんな島でね、あいや村人奥にいるぞ俺。あまた臭いのが、あ枯れちった。なんだこれ、またツタになっちまったよ。どうもドルトンさん、ポンペさん、元々の村人かなこれ。ババンゴの実を腐らす前にぶっ壊さないといけないんだなこれ。オッケーオッケー。自称ビルダー
ここはね、なんかワンとワンと似たような流れだな。みんなびっくりするのこれ。でも他のところにもうビルダーさんがいたから、これどうなるんだろう。後で出会えるようになるかもしれない。お願いです、カズさんさん、ビルダーさんのお力で私の農園作りを手伝ってくださいませんか。はい、カズさん、なんかもっとうまい名前つければよかったな。なんとかさんでなんか面白いのなかったかな。ないわ。いや、心強いです。というわけで言ってみますか、新たなレシピをひらめついたと。何作るんだろう。かかし、かかしさすと畑になるとか、そういうやつ。2個ぐらい作ってく。はいはい、かかしと、かかしを地面に置くと毎日健康な土を農民たちが耕して畑にしてくれるぞ。マジ働いてくれんのこれ。なんかここにペッてやりますよ。ほい、ほんでどう。おお、やったー、かかしができましたね。と、あとは私たちの耕しっぷり、あ、もう勝手にやってくれんのこれ。お疲れ。え、なんか不思議な何かを手に入れた。なんだこのハート。何これ、溢れ出た何かって。え、集めとくと何かの役に立つかもしれませんよと。これ集めるわ。いろんなハートの種類があるんだな。ここもなんか畑になるんじゃねえのこれ。ここを立ててみる一体。お、畑になった。マジか。な、ちょっと次のステップ。種なくない？種が。あ。キャベツの種を手に入れました。ありがとうございます。誰がやっても一緒だけどもセンス的なものが。キャベツの種を植えちゃってください。わかりました。ほんなこの茶っぺい場所だよなこれ多分。よっこいしょ。あ、土盛りしてる。なんかよっこいしょ、よっこいしょ、よっこいしょ、よっこいしょ。ほんで OK。 あ、またハートできたわ。なになに。植えたんです。すごくいい感じです。いやな、ドルトンさんやポンペイさんもやる気を出してくれるかもしれません。マジか。いや、もっと種増やしたいわ。あとは水まきです。あ、小さな丘が見えますか。どこ。あそこから水が湧いてます。大変そうなのでビルダーの力であそこに水場的な何かを作れませんか。ん、どういうこと。え、びっくりした。今空飛んだかと思ったわこれ。水場の設計図は意外だと。泥と、これが壊すブロックね。はいはい、わかりました。な、泥をゲットしましょう。これ泥かい。あ、これ泥だ。な、ちょっとこれちょっと、はいはいはい、はい、はい、頑張って、よいしょ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 。これ早く回転切りみたいにできねえかなこれ。多分どっかで覚えれそうな気がするんだけどね、ため切りみたいなのね。これ2、30個必要だったな今。よいしょよいしょよいしょ、いいよいいよいいよ。あとはうちらの食料コンボを取りに行こう。なんだこれなんだこれ、いって、つ、全然歯が立たんぞこれ。あ、なんか貝が手に入った。いけシド、いけシド、いけお前シド、いけいけ、そこだそこだ。全然力が違う。ここでコンボをねちょっと手に入れようかなと思ってさ。あ、木材もいっぱい落ちてるわこれ。よし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 、木材に貝にいろんなものがあるぞ。いいぞいいぞ、働くな働くな指導くん。ちょ、レベル上げてんだけど俺。いって、いって、いけいけ指導、許さん。よしよしよし、お、これになるともう全然効かねえ。おい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 、やからだなこれ。よし、ほんでスライムを倒すと松明の材料だなこれ。よし行こう。 OK、 もうお腹いっぱいだ。あ、ネバネバしたやつはどうなのこれ。ちょっとちょ、シド行くぞ。気持ち悪い。シド、シド、こっちだって。気持ち悪いの入れて。おりゃ。うーい。ほら、シドと一緒なら。いった。嫌だな、あの、下の先っちょについてるやつ。あ、めっちゃもらえたわ。さあ、なら真面目にちょっと設計いきましょう。村どこだったっけ。さあ、真面目に頑張りますか。クイックッと。よいしょ。
よいしょ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 。あとはこれ壊すだけで終わりかな。えいえい、なんだっけ、なんか黄色いな水が水が黄色いな。あまだ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 だった。ここに置いてここに置いてで完成か。やったよ、指導も喜んで水浴びしてるわ。やるじゃないかカズさん。いえいえ、あとこれ水あげて OK ってこと。あ、またハートいただきました、ありがとうございます。まあ、ちょっと働く様子を見せてもらおうか君たちの。私はその間にこの家を修復するとしようか。とりあえずわらベッドは村人の分考えると5つだな。はいはい、5つ分作りました。お、なんか水をまいて喜んでるようだな。お、やべ、育ってる。どうやらここの島も一瞬で育つ装置があるみたいだな。コップ見てねえねえかなこれ。どうも。おかげで水をまけました。あ、でもこれ勝手に育ててくれるのいいね。あとは時間が経ったら、はい、育つまでの間は綺麗にしてて待っててください。はい、ありがとうございます。もうアイテムでいっぱいになっちゃいそうだこれ。なあ、植えときますか。よいしょ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 。やべ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 、夜来る夜来る、やべやべ夜来るわ、夜来る夜来る夜来る。とりあえず家と認識させるにはここ蓋すれば多分いけると思うんだこれ。えい、あれ来た来た来た。あとちょっとみんなの分のベッドも用意してあげよう。あ、ぶっ壊しちゃった、ぶっ壊しちゃった。よいしょ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 、混んでいいでしょう。ほらほらほら、あ、みんな来な。ヘアレシピを見つけたぞ。ヘアレシピとかいいからこれ。ほらほら、みんな寝息な。よっこいしょ。あー、よく寝たー。みんな寝てたんかい。みんな寝てたんかいこれ。いや、キャベツできてるんかいこれ。もうやっべ土だなこれ。なんか促進剤的なのあるじゃねえ、これやべえよこの土。ちょっと刈り取りますね。ほんならもうやったと、やっと実りましたな。やばい、たった半日でね。ババンゴの実が爆発すると水が腐る。なるほど、こんな立派なキャベツ、私生まれて初めて。大丈夫、本当にダイオの上だったのここ。あ、ということはみんなやる気になってくれたってことか。はい、というわけで本日はこんな感じで終わりますかね。いや、無事キャベツ収穫できました。あとこれ写真モードね、ほらこんな感じで、こんな感じでいいアングル決めることができるからね。これ表示も消すことできるんだねこれ、こうやってさ。いや、これすごい便利。まだ次回はね、なんかいろんな大変なことがあるみたいだから、まあいわゆる作業ね、もしよかったらまた見てみてください。というわけで本日はこんなところでまたお会いしましょう。バイバイ。